この車の、企画のコンセプトは、バックトゥザオリジンです。で、我々99年に初期型の SV650 を発売したんですが、その SV650 に、戻るという意味と、もう一つ、私が込めたのは、オートバイの原点、オートバイらしいオートバイに戻るという、そういうふうな意味を込めてバックトゥザオリジンとしました。単純に乗って楽しいというようなバイクの基本的な楽しさをですね、提供したいと。このエンジンの良さをですね、最大限に引き出すような、そういうあの車体作り、それからのコンセプト、性能というのを目標に、作り込んでいきました。このエンジンは、自分としては隠れたスズキの名機と捉えていまして、下から上まで V ツインらしい下のトルクを持ちつつ、高回転の回り込みも気持ちよく回り込む。日常ユースではミドルの領域を使っていただいて乗ってもらうと。なので普段使っている時もストレスなく意外と楽しく乗れます。で、ワインディングに入った時に初めて上まで回すことでコース性を味わえて、ここがこのエンジンの楽しいところです。一言で言うと、ダイレクト感というところにあると思うんですが、あのバイクの挙動が人間にダイレクトに伝わる感覚っていうのを大事にしてまして、バイクの動きが人間にすごく分かりやすいような車両になるように各部の調整をしてきました。もしラフにアクセルを開けてしまったら、このバイクはラフに出ます。そして丁寧に開けて自分の思った通りの右手の動かし方ができたときは、自分の思った通りの動きをします。これがすごい喜びに感じるので、シート あのクッションの硬さを、少し硬めに設定してるんですけども、シートのクッションがこう柔らかすぎると荷重をかけたら沈み込みが大きすぎて、操縦性にちょっと影響が出てきてしまうんですね。で、そういうところを考慮すると、クッションの硬さっていうのを少し硬めにしてやって、自分のこの入力っていうんですかね、それを車体にダイレクトに伝えられるようなシートに設計してます。市街地を走行するときなんかは、開けてもそのタイムラグなく、でもすごく優しくついてくるっていう風な感じがすごく大切なんですが、そういうところを、テストで何度も試行錯誤しながら作り込んできました。 V ツインのエンジンのスリムさを、生かすために、スリムでシンプルなデザインというのを目指しました。このバイクのアピールポイントがやっぱり軽さであったり、こう車体のスリムさであったりというところにあると思うんですが、そういう軽快さを感じ取れるようなサスペンションのセッティングになっていると思いますね。低い速度から最高速付近まで、すべての速度域で軽さやスリムさから来るこう扱いやすさっていうのを、感じ取れるようにセッティングをしてあります。スロットルを開けた時に聞こえてくる吸気音ですね。タンクがあって、その下にエアボックスがあるんで、ライダーが直に聞くことができる。逆に言うとライダーしか聞こえない音なんですよね。なので右手を開けてアクセルを開けた時に加速するっていう気持ちとともに、エンジンの吸気音が応えてくれる。そこがスポーツ走行時に気分を高揚させられるし、楽しいところです。低回転で制御が入りまして、で、一速だけではなく全てのギアで入るので、渋滞しているときや車の後ろを走っているときに、従来であればスロットルを開けたり閉じたりして速度を調整しなくてはならないことがあるんですが、ロー RPM アシストによって、右手を操作せずにある程度車の後ろをついていくことができるので、とてもユーザーフレンドリーな機能になっています。U ターンもこれは回転が下がらないので、ハンドルをフルロックした時にアクセルがなかなか動かせなくても、ロー RPM の効果で、うまく U ターンすることができます。こう使い込んでいっても楽しいと、初心者向けだから多少甘くてもいいだろうっていうとか一切手抜きはせずにですね、しっかりと基本を作り込むと。初めて買ったバイクがその SV650 だとしても、最終的に乗るのも SV650 で十分じゃないかと思えるぐらい、こう幅広い方を受け入れるだけのキャパがあると思っています。